はい、こんにちは、楓です。ですね、今日は年末タグゲーム、ミメイさんの年末タグゲームが、回り回って、愛知の YouTuber レオナさんから僕の方に、回ってきたので、それをやっていきたいと思います。はい、早速やっていきます。一つ目が、今年一番良かったことは何ですか。今年一番良かったことは、やっぱり他の YouTube やられてる方も言ってるんですけど、YouTube に動画投稿し始めたことですね。そのことによって、なんかいろんな人とのつながりができて、自分の世界が広がりましたね。はい。二つ目、今年一番悪かったことは何ですか。これも、YouTube 始めたことです。すごいいろんな方に出会えて、自分の世界観が広がったのはすごくいいことなんですけど、そのいろんな人に会うためにすごい福岡行ったり愛知行ったりとか、まあ、自分のせいなんですけど、まあ旅費がね結構かかったんで、まあ、ちょっと来年はもうちょっと計画的に、はい、行きたいなと思います。はい、3つ目、今年良かったなんですか、アプリ、アニメ、ゲーム、曲など、アプリはツイキャス、ゲームがパズドラ、アニメは、なんだ、有頂天家族で、曲は電波組インク。はい、そんな感じです。で、4つ目が、今年買って良かったもの3つ。1つ目が、はい、ペンタックス9点。2つ目、ソニーのハンディカム、630V。3つ目、モバイルバッテリー。はい、こんな感じです。はい。5つ目が、来年の抱負はありますか？来年の抱負。そうですね。僕は、来年もうちょっと、動画出したいと思います。で、結構今上げてる動画がすごいグダグダな動画なんで、一本芯のあるというか、まあ物を作る系の動画をやりたいなと思ってるんで、それもね、まあもうちょっと頑張ってあげれたらいいかなと思います。はい。で、最後、このタグゲームを回す人、大阪の YouTuber お二人に回したいと思います。一人目が川健さん、二人目が千田信之さん。はい、ということで、川健さん、千田さん、よろしくお願いします。すごいね、サクサクやりましたけど、これで僕の年末タグゲーム終わりです。皆さん、良いお年を。